モーガン・ベルナルド。第二次ハフマン紛争以降、頭角を現してきたテロリストだ。年齢不明、国籍不明。情報は紛争時の工作で消去されたと思われる。推定年齢48歳。国籍はアイルランドとの情報もあるが、政府はそれを否定。以前はヨーロッパと南アフリカを中心に活動していたが、国際犯として手配されるとアジア地域に移り潜伏。各国のテロ組織に内通しており、そのカリスマ性は高い。グレン・デュバル。同じくデータは削除されているが、彼に関してはむしろお前の方が詳しいだろう。紛争後、訓練中に問題を起こし逃走。逃走？訓練中に敵味方関係なく殲滅戦をやらかした。部隊は全滅。別動隊が駆けつけた頃には一面死体の山だったそうだ。半年後、アロルデシュでモーガンと行動を共にしているところを衛星によって発見。以降現在に至るまで彼はモーガンの右腕として働いている。お前がここに来た理由は大体わかっている。彼が変わってしまった訳を知りたいか。ベルナルドにはテロリスト以外にもう一つの顔がある。奴はもともと脳神経学と臨床の権威でな、 S 型デバイスの基礎を作った男だ。 S 型の？ハフマン紛争時、そのどさくさに紛れて多くの兵が拉致され人体実験を受けた。私もその一人だ。当時私の部隊は OCU に捕らえられた。我々は護送車で移送されたが、着いた先は収容所ではなかったというオチだ。ほとんどがこの単純な手口でやられている。部隊で生き残ったのは私だけだった。おそらく彼も。ここ数年モーガンの行動は全てバンツァー絡みでな、技術者や経験パイロットの誘拐、発展途上国を中心に賄賂をばらまいての機体確保、そしてついには研究開発から生産にまで乗り出した。そこでの彼の役割は、バンツァーのテストパイロット兼実動部隊。新型というのは？おそらく S 型専用機だ。カンボジアでお前たちが遭遇したのは、いわば実戦テストといったところだろう。さあ新米、続きは仕事の後だ。まずは腕試しといこう。